新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、知事から県民の皆様、並びに事業者の皆様に呼びかけを行います。はい、まずですね、リバウンドアラートに関連して、少し呼びかけを行わさせていただきたいと思います。三重県リバウンド阻止重点期間に合わせ臨時的に設定をした三重県リバウンドアラートにおいては、1日の新規感染者が2日続けて17人以上となるか、飲食店やカラオケの利用に伴うクラスターが2件以上発生した場合に直ちに措置を検討することとさせていただいています。6月19日以降、新規感染者数は1桁が続いておりましたが、23日は13人、24日には11人と10人を超える日が続き、本日の公表、15時半になりますけれども、は現在最終的な調査を行っているところですが、22人となる予定です。この22人は、1名の方が再陽性で、18名が接触者という状況ではありますけれども、数としては22人ということです。県民の皆様、事業者の皆様のご協力により、6月以降、感染者数は大きく減少しましたが、感染状況が改善したことにより、感染防止対策がおろそかになり、再び感染者が増加することはあってはなりません。明日も新規感染者が17人以上となる場合は、直ちに飲食店への営業時間短縮要請など、厳しい措置を取っていかざるを得ない、そういう状況でありますが、本日は現在の感染状況も踏まえ、改めて県民の皆さんに感染防止対策について呼びかけをさせていただきます。現在の感染状況を見ますと、依然として家族や職場での感染が多くなっていますが、その他の感染経路を見ると、飲食店や食事会など、飲食の場面を通じた感染が増加しています。これ行きましょうか。はい、これ映さないんだっけ、こっちだけ、こっちだけ。あれないのか。ああ、これだけなのか。なるほど。ですね、そうですね、今こういう状況で、こっちでやるか。家族の感染が、この先週、この6月11日から17日と、今週の18日から24日比べて、家族感染は、やはり一番多いという状況でありますけれども、職場も大体同じ状況でありますけれども、ここで食事会、先週 5% でしたけれども、今週 11% になります。加えて飲食店も0から4というふうになっているのと、あと県外由来がですね、5% から 21% という形になっています。それでこの県外、それから食事会などにおける感染が広がっているという状況です。合わせて、事業所の関係が多いですけども、事業所の関係などでは、外国人の方の割合が、この直近の週は 38% になっているというような状況であります。これまでも繰り返し申し上げていますが、飲食店をはじめ、ご自宅やご友人宅、また公園など屋外であったとしても、大人数や長時間となる飲食の場面は、感染リスクが高くなります。ご家族以外との飲食は少人数、短時間としていただきますようお願いをいたします。ご家族であっても体調に異変のある方がいる場合は、食事を別々に取る、寝室を分けるなど対策をお願いをします。また、職場での感染も高い割合を占めています。事業所におかれましては、業務スペースをはじめ、休憩室、食堂、送迎バスなど、気が緩みがちな場面においても、感染防止対策の徹底をお願いいたします。こうした対策に加え、職場にウイルスを持ち込まないため、従業員の皆様に対し、勤務時間外においても、大人数や長時間となる飲食を避けるなど、感染防止対策の徹底について周知をお願いします。併せて、県外由来と考えられる感染も増加をしています。愛知県や大阪府、京都府など近隣府県においては、まん延防止等重点措置が続いており、
予断を許さない状況が続いています。こうした地域をはじめ全国的にリバウンドを警戒する中、引き続き県境を越える移動については避けていただくようお願いをいたします。県民の皆様、事業者の皆様には長期間にわたりご協力をいただいているところではございますが、まん延防止等重点措置が終了し、ようやく明るい兆しが見えてきた中、感染をこれ以上広げず、楽しい夏を迎えられることができるよう、この週末においてもより一層の感染防止対策の徹底をお願いをします。ですので、今申し上げましたとおり、引き続きですね、月末30日までリバウンド阻止重点期間という形でさせていただいております。リバウンドアラートを設けて、申し上げましたとおり2日連続で17人以上となった場合で、今日22人というふうになっています。でここまでの感染傾向を見ますと、ここに書いてますとおり、食事会とかありますので、大人数長時間の飲食、今日発表する案件の中には、お店で、飲んでて、その後またご自宅に行って、また複数の方が、合流されて、まあ、自宅飲みというか宅飲みというんですかね、そういうのが長く続いたというようなケースの感染もあります。ですので、大人数長時間の飲食、また先ほど言いましたように県外由来も増えてますので、県境を越える移動、そして職場の感染も引き続き高い割合を占めてますので、休憩室、食堂、送迎バスなどにおいても感染対策の徹底をお願いをしたいというふうに思います。呼びかけでありました。